時短風の金メダルかも。おお、10分1990円とこっち先 M お M いやーぶんどうやかっかがかれー館内じゃないかい。いやー館内行きましたよ。横浜の館内やないかい。おもんないからこれどこ行くねん館内なんかに。もちろん風なんやろな。はい、今日はですね、激安のハンド専門店に行ってもらいます。バカだれよハンドはあかんていやでも今はでもなんやかんやハンド専門店良かったっすよね。今までのハンド専門店が良かったかどうかって、たかしね、良かったかな。確かにそうですね、目黒とか確かに良かった。はい、今回も激安ってこと。はい、そうですね。ちなみにいくらな、今回のお店は10分1990円です。安い、めちゃくちゃ安いっすよね。いや安すぎるがな大丈夫それ、崎陽軒のシューマイ3万5000個ぐらいくっつけたようなこんな情とか出てけへんやろなどんなんなんすかそれ。俺は信じへんからないや早速行きましょう。やっぱ帰るわダメっすよでもだしビオリやでこれ。おー今日はビオリっすね。昼間はね、あったかい、そして夜は寒い。こういうのを、まあ、寒暖差、いやおもんないって寒暖差で思い出したんですがママ2号は XQ ツイッターやってますということで、寒暖差に関係することしないこといろいろと載っておりますので、 XQ ツイッターの方チェックしてくださいとそしてチャンネル登録ですね。皆さん笑ってしまったとか面白かったとか思った方はですね、チャンネル登録をですね、こんぐらい押してくださいどんぐらいやねん今日も乗ってますね。いやー今突き指しました今いや10分やろ、はい、10分っていうのはまあまあ集中しないといけないってこと結構短いですね。600秒やから、はい、10分でパワッチっていうのはこれがクリアできればもうどこでもパワッチできるぞっていうことまあそういう意味でもあのここは集中力を研ぎ澄ませた10分間をどう過ごすかっていうのがこれ大事です。いやもちろんね、わからんで、やっぱ一キュッキュってことは、まあ、いろんなルールがあると思うけれども、その中で、まあ、何が起きるかと、なんかないの、なんか30分コースぐらいにしてもうちょっとペイメントしたらいろんなことができるとかないの。そのコースもあるみたいです。あんのかいな、はい、今回は一番最短の10分コースっていうやつでそっちにさしてくれよいやでもせっかくなんで最安のやつで行ってみてほしいですね。最安な、いやもうこの辺だと思うんですけどね。もうなかったら俺帰るから高志あれあれちゃうか。おお、おこれっすね。おい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 、秘密基地やすごいっすね。だってこれ駐車場の敷地から来るから今ヒヤヒヤ度の方が高いと思う行ってくるわ。行ってらっしゃい。大丈夫ですか。大丈夫だけないやろいやどうでした。時短風の金メダルかも。おすごい。おこのビジュアル、この建物からいろいろ想像を超えてきた。おマジですか。ただね、今回俺は最短の10分や、いろいろと俺の想像を超えてきたがゆえ30分もしたいなあ。30分コースもあるんでしたっけ。入り口でお客様いらっしゃいませ、当店初めてのご利用ですか。はい、こちら一通り説明の方をさせていただきます。丁寧に説明を受けたら思った以上にコースがたくさんあったと。そうなんですね。その中に30分でタッチも OK っていうのがあったタッチ、タッチさせろじゃあそれも行ってみますか。来月水道水で過ごすから俺じゃあちょっと30分コースも行ってみますか。奮発して今回は最短コースだったんだけれども、サービス中で10分のはずが15分だと。これね、考えてみてください。 1.5 倍ってことはこれ60分コースだったら90分ってことだからいやバカだよ計算したらそういう感じなんですかねいや極端すぎるかな今回いろいろと盛りだくさんだったんだけれども、ただやっぱり最短最安コースっていうのはタッチできない。ああなるほどですね。やっぱりタッチはしたいんですね。ブル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 
かやったらすぐに非常ベルビーって押されてこうつまみ出されるからでもここにはタッチも OK ってコースがあるから。おお、なるほど。たまたまたかし戻ってきたがなまた戻ってきたんですねインターバル欲しいな言ったもののじゃあでもせっかくなんで行ってみてください皆さんこれインターバル3分やから今30分で何が起きるのか行ってくるわ。行ってらっしゃい。大丈夫ですか。大丈夫なわけなんやろいやどうでした。七尾より足が長い城が来た。とんでもないハンド展だった。まずは最短コース10分1990円という。安いっすね。この中身についてはハンド展独特の完全ノータッチです。なるほどですね。もう完全にもうこの状態です。この状態でひたすら色と。ただね、さすがハンド専門店っていうのはこれ一個珍しいのが店舗型なのよ。例えば1500円の店でも2000円の店でも大体はレンタルルーム代が別途かかる。なるほどなるほど。これが店舗型だから実質で言えばもう超激安って。なるほどっすね。今までのとこはレンタルルームとかでしたもんね。そう、レンタルルーム代が1000円は最低かかるから、それがないっていうのは結構でかい。そして、トミさんいらっしゃいませ、当店初めてのご利用でしょうか、ありがとうございますっていう流れで待合室で待つと。ここがなんと2階建てなのよ。2階建てで、お待たせしました、ではお2階の方でこちらの鍵をお渡しくださいって言われて階段をトントントンと登っていきます。かわいい。おー、マジっすか。若い。そうなんですね。若かわいい。これハンド店の魅力は若くてかわいいから。ちなみにいくつぐらいの人なんですか。10分1990円のジョーは24歳。おお、若いですね。ハンド専門店というのは罪悪感というか風でお仕事してるっていう感覚がいい意味で低いから、あのこれだけだから、あの巨大銀座バーテンダーみたいなやっぱポップにお仕事ができるわけ。ちなみに誰に似てるとかありました。さあ、愛ちゃんです。おお、結婚する前の愛ちゃん。おお、愛嬌ある感じの。ドロ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 いろいろする前のクリーンで素敵なあのさあって雄たけび上げてた時の愛ちゃんです。やっぱめっちゃ言われるって言ってたの。ああ、そうなんですね。愛ちゃんに似てると。声も可愛いし愛嬌もあって誰からも、ああ可愛らしいねって言われる顔。そしてなんとデカトツです。そうなんですね。ハンド専門店ってこっちは触れられません。ただ男子の気持ちを考え、ここが開いてるアパレル製品を着てる。おお、そうなんですね。どんな感じのやつ着てるんですか。三日月型に開いてる。ド SKB 郵便ポストですよね。投函していいですか。バカ誰おいちょうど郵便ポストの口ぐらい、ここが開いてると。だからしっかりそこでトツのアーチを拝むことができる。おお、なるほど、いいですね。これはいい。まあでも触れないんですよね。これダメです。なるほど。で、和気あいあいとしながら、でも待てよと。今回は最短10分コースだから。そうですね。だから今回素晴らしい救済措置が取られてまして、なんと今イベント中で10分の料金で15分遊べるという。おお、5分長いんですね。これはマジ助かる10分と15分では全然違うからということで、15分かと思いながらも俺はお今バリバリまで、ああ、ありがとうございます。あ、見てくれてるの。さっき行った見たら神奈駅の前にいや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 、その通り。今館内でね、まさに撮ってましたよ今っていうか今バリバリ撮ってるんですけどあのちょっとぼかし完全にかけるんで、はい、高橋さん初めてお顔を見高橋ね普段出てないですから。いや、ありがとうございます。ありがとうございますなんとツイッターでパーマンがいるという情報を見て駆けつけたというファンの方がね松の屋の場所だけ編集しといたんですけど。いや、そんな暇ないのよ今回はまた次の戦場がね待ち構えてるんですよ。いや高橋、これが浜っ子ですと嬉しいですね。いや嬉しいね、はい、浜っ子がじきじきにねこのあけぼの町を駆けずり回ってパーマンを見つけに来たというありがたいね。ありがたいですね。
やっぱいろいろ言ってた。浜の風を俺はいろいろ遊んできたんですと。目がキラキラしてました。そうですね、俺と同じ目してたから。ということはド SKB ミンということですね。なるほど。さあということで今回は最安コースだから俺がアンダーを脱ぐだけでジョーは凸アーチは見えてるけども着衣のもちろんままです。あー、なるほどですね。ただね、誰もが結構驚くと思うのが部屋がめちゃくちゃ綺麗、設備がちゃんと整えられてて、ワーシャーも完備されてて部屋がすごく綺麗で、このワーシャーに関しては30分コースからは使えるのかな。あのお店の外観からは想像がつかないぐらい中が綺麗。そして俺はもうそうやな、10分か15分しかないしなと思って、でこのアンダーのアパレル製品を6秒で全て取りました。早いのかどうなのか。そして四角い長方形のリングがあり、こんぐらいのです。そんな感じなんですか。いや、もうちょいでっかいですけど。だいたいここにマク RA ってあるじゃない。マクは RA じゃないのよ。なんかめちゃくちゃでっかい正方形の固めのソファーみたいな材質のものが四角い長方形のリングの上にボンって乗っかってんのよ。これがすごい。あ、なんなんですかそれ。なんかね、イメージ的にはルノアールとかに一人用のソファーあるじゃない、こういうやつ。それを一回りちっちゃくしたぐらいのやつがットの上に乗っかってるみたいな。おー、なるほど。ここにタオ RU がかかってるんですが、じゃあここに仰向けになってねって言われて、そしたらここがあんまりにもでっかいから、こうじゃなくてこんな感じになるのよ。めちゃめちゃヘッドが前に。これ何なのかっていうと、ジョーがよく見える、強制的にジョーがめっちゃ見えるっていう。おー、いいっすね。これもね、地味にこれは嬉しいかも。でもいざ転がってみるとめちゃめちゃジョーがずっと常に見えてるみたいな。おー、なるほど。ここで丁寧にアイちゃんのハンドモーションが始まった。おー、なんかやっぱウブなのよ、結婚前のアイちゃんだから、はい、ウブなのよ。はい、じゃあローターの方を垂らしますねみたいな心地いい敬語。ここも俺はしつこいけど神奈川の品を感じるというか。おー、なるほど。全然ね、茶髪じゃない、黒髪の清純なあの時のアイちゃんのまんまなのに凸がでかいですみたいな。おー、いいっすね。アイちゃんで、それいいあるんでしょうとよく言われるんだけど、でもなんかもう前いつ測ったか忘れちゃったさーみたいな。さー言ってたんすか。いや、わからんけどなんか聞こえたような。でもね、ここからね、ハンドモーションがライトアームでなくレフトハンドというサウスポーなんかなみたいな。なるほどっすね。なんか最初、あれ寒いから3号はまだねんねしてますかねとか言われながら、俺の3号を軽くもてあそび、いや大丈夫、俺はもう愛ちゃん見てれば8秒ぐらいでも運転ぐらいになるからとか。本当にすごいって言った。8秒後に運転より硬くなる。だーだだだイルミネーション消えました今。いや本当だみたいな、運転より硬いねってなって、で俺は今からもう11分瞬きしないからとか言いながら、ハンドのテク的にはどうやったんすか。いいです。なんていうのかな、本当にザ一般女子にされてる感覚。ここはおそらくその凸アーチラインが見える制服のワンピースなのかな。でもこういうところも実はいいね、あのハンド店って完全私服の店が多いわけ。ってなると、そのジョー各々のファッションセンスであったり住人十色、もちろんそれを眺めるのもいいんだけれども、ここはあえて全員統一した凸アーチラインが見える郵便受けがここにあるっていうその統一感も俺は好きかも。ということで、そう、アイちゃんいいね、あと何分かわからないけど、さあ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 パンチ、おーパンチしたんすね。した。おー、お疲れ様でした。ウブな愛ちゃんはいい。おお。なんていうのかな、服顔なの。演技が良いような顔。おお、なるほど。可愛らしくもあり、演技も良さそうな。おお、幸せになれそうな感じですね。いや、もうそんな感じ。再生投げようかなと思って。バカタレは。いや、そういうここの隙間じゃないから。それがまあ10分コースプラスして15分コースやったんですね。もちろん俺は何人もしてません。ここ声を大にして言いたいのは、若くて可愛いわ。むちゃくちゃ強い。おお、いや、やっぱハンド店はそうなんですね。そこが強いよ。絶対この子風だったらしないけども、ハンド店だから在籍してるみたいな。ああ、なるほど。いや、やっ
ぱりハンドにはハンドの良さがあるよね。でも俺は分かりやすい単語で言うと我慢できない俺はどうしてもあの美しい凸を思いっきりダーと MOMI したいとこれが叶うのが C コース。おお、そうなんですね大丈夫ですか。大丈夫だけどMOMI が思う存分できるっていうのが30分5990円。おお、なるほどですね。どうしても MOMI したいということで急遽 ATM からはいやと6000下ろして凸しました。もちろん別の場です。このお店のレベルとして平均値っていうのを探る上で俺は完全フリーですから、やっぱ指名料金かかりますから、指名料金はね1000円かなかかるからフリーで行きましたということで、本屋さんお待たせしました。では同じように券を渡され、階段の上に女の子がいますのでごゆっくりおくつろぎくださいませ。トントントンかわいい。おお、そうなんすね。激スタイルです。モデルやん。なんと173センチ。おお、大きい子っすね。高身長で手足激細です。おお、いいっすね。ちなみに顔は誰に出るとかありました？水川さんです。おお、いいっすね。ほんと黒髪ロングで髪質もめちゃ綺麗で、もちろん真っ白です。人形より白い。人形にもよるから俺がちなみに195センチなんでそんなでかないですよね。あー、ごめんなさい、ね、俺174です。だからほぼ同じ。足の長さが全然違う。ここまで足でした長すぎますよそれ。あ、長すぎる。テイラースイフトと同じ足の長さやんって言ったら、え、何それ、そんなこと初めて言われたんいいっすね。笑うと腹に水川あっさんみに激に。そうなんすね。でジョーも言ってた、やっぱ言われるって、水川あっさんみさん似てるって言われるんだよねって。なんかさ、品あるなと思いながら、でもただ俺はそうなんです、今回は細モデル七尾より足が長いんじゃないか、そんな水川あさみ嬢と俺は何をするのか、30分 MOMI しまくるぞと。おー、いいっすね。ということで、じゃあ私も見ちゃおうかなと。その子もなんかポストみたいになってるんですか？来てる。おさっきの10分の時のジョーと同じワンピースでここが空いてる。もう来てた。だからスルスルと脱いでるけど、俺もそういう時はジョーとピタリと呼吸を合わせながら同時にアパレル製品を取り外していきますと。俺はジョーが突先オープンしたと同時に俺もアンダーアパレル製品を全て取り外しましたということです。長方形のリングにイン。でまたでっかいソファー型のクッションがあるから俺はこうやってもガン見。いやめっちゃ怖い。だったらもうね、ジョーがね、もうこんなにずっと褒めてくれる人初めてとか言って。おー、いいっすね。もうボルテージ上がってます。俺はとにかく褒めまくる、それがド SKP ドだわからんけどちなみにその子はトツはどれぐらいやったんですか？正直パッと見は C です。おー、そうなんですね。なんですがビレがすごい、明らかにこんぐらいくっつけてましたこれがこうなったのがこうなってるみたいな。おお、なるほど。真っ白の上にもう凸の大きさ、凸先の色も素晴らしいです。完全なサーモンピン KU です。おお、最高じゃないですか。あんまりまだ男の手に触れられてない美しさみたいな。おお、清純な感じですね。めちゃめちゃ清純。そして俺は水川城の綺麗な凸先 M おっ M はい、うわーうおーいやーうわー手が何本に見えるこれがフェザータッチナンバー2です。ナンバー2なんすね。スタート時は2本にしか見えないこの腕が2本以外の本数に見えるとよ。ジョーはね、何タコの足じゃんみたいなそう見えてたらしい。なんかよくわかんないですけどすごいですねじゃあバカだよ。なんかよくわかんないけどすごいで全部合ってますとにかく俺にはでもね MOMI しかないから。でね、俺の顔面のこの辺まで寄ってくれんのよ。おお、いいですね。でこちらのジョーは C に見えるんだけど、実はここがめちゃくちゃ細くて実際のトツサイズは E。 おお、そうなんですね。でっかい。ここでいる情報かいらない情報か置いといて、
私引きこもりなんだよね。ああそうなんですね。普段は引きこもってて全然日の光を浴びてないと。だから俺は立て続けに、だから紫外線を浴びてないその髪の美しさなんだねと。なんかよくわかんないけど褒められて嬉しいみたいな。まあ肌の白さもあるんですかね。その通り。今めちゃくちゃ活躍してるタレントさんとか女優の方とか引きこもり出身でブレイクした人っていっぱいいるから。例えばね、もがみもがちゃんとか、今一番売れてるあのちゃんとか、歌手のアドとか、まさにみんな引きこもりからこう爆発的に売れてるから。おー、なるほどですね。だからひょっとしたらこちらの場も 2,3 年後に紅白とか出てるかもしれない。美しいこのアーチ、これをここまで寄ってくれますと。だから俺思わずベガーってしてないけど、もうこの距離でも美味しいと。したらめちゃくちゃ近くには寄るけど食べちゃダメだよと。釘を刺されました。おー、なんかそれもでも可愛いですね。なんかそう、その通り。そうだよ。俺もうーんってなってるね。皮膚の組織を俺吸ってたから。で俺だからちょっと若返ったかもしれない。もう一回おさらいしておくと26歳。おお、そうなんですね。ほんまにね、俺言ったけど26歳の時の水川あさみより君は美しいよと。おお、なるほど、最高じゃないですか。褒められすぎて私の方がパワッチしちゃいそうと。はっきりとパワッチしちゃいそうと言ってました。言ってないと思うんですけどね。言ってない。俺はもう15分絶対瞬きしないから、それは無理だと思うよって あっさりと返されたけど。その時もハンドモーションはしてくれてるんですね。もうずっとハンドモーション、こうハンドモーションしてくれてた。浅見城がすらこうやってうわってやったら金庫8個開いてたから。すごいっすね。金庫8個開くぐらい回してたから。おハンドモーションなんだけど、ローウォーターを垂らすっていうのはハンドイコールローウォーター、ローウォーターとハンドは友達ですということでスーッと降りてきます。ちなみにこのスーッて降りてくるスピードは最近できたみなとみらいのゴンドラと同じスピードです。この運転になりきった3号のワンストライクツーボールにダブルハンドで丁寧に来てくれる。おー、なるほどっすね。ダブルハンドなんですね。やっぱこっち側は何もできないし、ああしてこうしてっていうのもなかなかそういうのは難しい中、しっかりと店舗側が丁寧に教え込んでるんだろうね。おー、なるほど。挨拶代わりのようにダブルハンドから来てくれるっていうのは嬉しいポイント。さすがハンド専門店、技術もすごい。おー、やっぱそうなんですね。浅見城最高。もっとこの MOMI のっていうのは絶対離さない。横浜の港に向かってドパッチ。おー、パッチしたんですね。おー、お疲れ様でした。立て続けの15分&30分コースのダブルパワッチと。おー、レベル高いな。やっぱりハンドに集中してモーションしてるってことは技術が高いってこと。おー、やっぱそうなんですね。専門だから。でこのパワッチ5なんだけれども、パワッチしそうっていうとこうジョーがうまくカバーリングしてくれるわけ。その後綺麗に全部拭いてくれる。でこの30分コースからについては自分でワーシャーにインしてウォッシングしてもいい。だからちょっとリクエストしてローウォーターまみれにしてほしいとか、そういった男子はワーシャーでうわーっとウォッシングするみたいな。あ、まあ、オプションでそんなのもあったりするんですかね。そういうのもね、もちろんいろいろあると。楽しみ方のバリエーションが多いってことよね。あ、なるほど、いいですね。それも面白いよね。なので俺は綺麗にウォッシングされて、もう最後の最後まで褒めて、お客様お帰りですっていう時も俺ずっとMOMIしてるまだやってるんですか。まだ。そしてこのちゃんとね見送りをしてくれる。あ、今日ありがとう、楽しかったって言ったら、もう、もう私も本当楽しかったみたいな。いや、これからからまあ素敵な人生をね共に歩もうと。俺も歩むし水川ちゃんも素敵な人生楽しんでねと。え、何これ、人生の時間だったのみたいなこと。階段を降りてってこう手を振り別れて去っていくという。店舗型ってやっぱいいよね。なんせ安い。はい、確かに。あとね、俺マジで驚いたのがめちゃくちゃ客が来る、キリなし。やっぱ人気なんですね。最初大丈夫かとか思ったけど、実際はめちゃめちゃ人気店かもしれない。おー、なるほどっすね。今日の内容を振り返れば人気なのも分かるよねっていう。あ、確かに。一つ地味に驚いて嬉しいのが、こちらのお店は写真加工がない。選べばその写真のままのジョーとその後に会えるぞと。おー、全然違うやみたいなことないんですね。ないから。いやー、バンバンさん総括お願いします。
いやー今回もなかなか良かったっすね。ハンドにはハンドの良さがあるっていう。あーなるほどっすね。だからあんなに混んでるわけよ。どうしてもやハンドでしょとなるところが行けば分かる良さが分かった。横浜の隠れ家風ハンド専門展開ナンバーワンを目指す逸材にしかりあれ。